東京都の公明党のあれはどう思ってるの？公明党はどう思ってるの？宗教さんなんで、この動きを公明さんは基本的に僕は宗教法人だと思ってます。宗教の信者の方が応援してる人だと思ってます、公明党さんはね。関係ないというか、どう思ってますかって聞かれたんで、創価学会を信用されてる方が主に活動されてるところだと思ってます。宗教学会は、民主救済のためのあれですか、組織ですから、それ別に考えても、別に考えてもいいですけど、僕に印象聞かれたんで、僕は素直に答えしただけなので、すいません。公明党なくちゃできないよ、もちろん公明党さんの意見、それであれば私たちは、私はでも公明さんは今回は応援するよ。ただ公明さんは今回はあれですよ、小池百合子さんですからね。いや、それはね、自主的。あ、そうなんですか。そうです、そうです。僕ちなみにだから公明党の人って民主だから関係ないです。とにかくクソ真面目としか思ってなくて、で公明党の方々いいじゃん、それで。いや、だからそう思ってるので、僕は船橋の議員さん弱者救済やってくれるなら、そう、悪いと言ってないですよ。だから公明党さんの人に対しては、僕は真面目な方々の集まりで、年寄りの人たちがさ、あれなんて、それパスポート発見が、いやー、僕はあんまり高齢者に向ける政策したくない人なんで。なんで？いや、なんでって、だから僕は若者のためにやりたいから。だからあれだったけどもさ、高齢者も昔ちゃんとさ、昔を聞いてくれた方だから、それこそ公明党さん、尊敬の念を持って、それでなおかつ尊敬の念がないんじゃなくて、誰かが若者の味方をする政治をしないといけないと思ってるだけです。それはわかるよ、青年部大事だよ。だから青年は大事ですよ、これから担うだから。十分高齢者の例えば年金だって若者はもう払わなくていいですよって言ってるんですよ。なんで？だって払もらいたくないし、義務だもの。その義務がおかしい。ニートもいるでしょ、いっぱい。それ払わないでるでしょ。そういうのおかしいよ。多少でもちゃんと払ってくれるわね。ごめんなさい、なぜ年金払わなきゃおかしいんですか。義務じゃん。義務ですよ。だから義務にしてる理由は、5条の義務ですよ、5条。みんな助け合って、それは税金じゃないんですか。え、だって年金もらえなくても生活ももらえるのに、どうして年金を5条しなきゃいけない、5条でやらなきゃいけない。だってみんな国家助け合いだから。だから絶対助け合わなきゃいけないのは税金でやるんですよ。でも少数派って言ってね、年金払いたくないとか受信料払いたくないっていう少数派の意見も認めないと、中国とかみたいになっちゃうわけです。自由が認められなくて、中国なくしたらって何を言うのかよ。だからお母さん、文化どっから来てんの？中国朝鮮半島を経て日本来てんだよ。まず文化を否定しちゃダメよ。だから全然ね、お母様の言ってることを僕は否定してないですよ。お互いいろんな意見があるっていうことで。橋本さんはどう思ったか知ってる？橋本さんは素晴らしいですよね。いや、今あいつ今ものすごくあれ頑張ってくれてるよ。前ちょっと勝ちっときたことあるけど、今丸くなってる。そういう敵たちも応援したいよ、それこそ知ってる。僕応援してほしいと思わないので正直に言ってるだけなんですよ。だからお母さんの考えは僕は絶対応援しちゃダメですよ。言ったことないと思う。いや、お母さんの希望されてる政治をする人では絶対ないですよ。お互いの利益の代表でやればいいと思いますよ。まあ、とにかく頑張ってちょうだいね、はい、ありがとうございます。暑いから気をつけなさい、ね、はい、ありがとうございます。